こんにちは、車両盗難撲滅委員会の阿部ちゃんです。そしてハンナです。じゃあ最近また増えた気がしない？そうですね、車両盗難はかねてからね、あのトラスト企画では防犯のためにこう動画作ったりとかしてたんですけど、うん、もうついにねトラスト企画のフェラーリが盗難未遂に遭うみたいなことになって、もうこれは人事じゃないなと、皆さんに注意してくださいっていうだけじゃもう足りなくなった、うん、最近も茨城県のひたちなかの方で、はい、那珂湊の方でお昼ご飯食べてる時に3人盗まれて、うん、まあ、その方は幸い見つかったんですけど、出先でも狙われる。出先で狙われる。出先でも狙われるような状況になってるんですよ。お昼ご飯っていうことはお昼ですもんね。そう、お昼です。明るい。日中ですよ。夜寝てる間とかじゃなくてお昼です。衝撃。白昼堂々盗まれるような状況に今の日本はなってるんですよ。ありえないですね。しかも普通に盗んでいって目撃者とかもいたはずなのに別にそんな情報が上がらないっていう状況なんですよ。だから自然とやってるってことですよね。そうそう。例えばスカイライン GTR とか、それこそインプレッソの GTB とか、うん、結構海外で人気ある車って後ろつけられてたりするんですね。窃盗団の人は例えば止めてある車に、今ほら GPS トラッカーってあるじゃないですか。ありますね、防犯に使うやつ。すごいちっちゃいのとかありますもんね。あれを逆に車に仕掛けられて、それで窃盗団が探しに来るっていうこともあるんです。もう本当いつどこで狙われてるか分かんないってことですね。いつどこに、まあ、昼でもね、うん、昼油断するじゃないですか僕ら。いや、まあ、油断します。さすがに日中は大丈夫だろう。しかも那珂湊だったらほら周りに人いっぱいいるじゃないですか。そうですね。その状況で盗まれるとはちょっと思いがたいと思いません？いや誰も思わないですよ、ね、しかもほら目撃者いてもみんなこう協力してくれる人ってあんましいないのかなって僕思っちゃうんですよね。まあそうですね。そう、この間ほらトラスト企画の防犯フェラーリの時、防犯カメラにさこう何台か車映ったじゃないですか、犯人がこうやってるとか。あの人もねちょっと怪しんで通報してくれたりとか様子伺ってくれたりしたら、もしかしたらね未然に防げたかもしれないんですけど、まあ、本当今そういう状況になってるんで本当に皆さんには気をつけてほしい。そうですね、はい、で今日ははい、あのほらかねてからハンドルのバーロックとか、うん、無駄ですよ、意味ないですよってね言ってたと思うんですけど、そうですね、何回か動画で上がってますね。そう、そう、そうなんですけど、まあ、やっぱ一番いいのは車外のセキュリティをちゃんとセキュリティのプロの人に施工してもらうのが一番いいんですけど、うんうん、結構ほらセキュリティってお金かかるんですよ。かかりますね。かかります。初期投資がすごくかかるし、今やっぱそういう状況になってるんで、日本がそういうお店すごく予約が取るの難しいです。時間もかかるってことですね。そう、ちなみに僕が施工した時は半年待ちました。予約してから2月に予約して施工してもらったの8月の終わりですから。だからその間にね、その大切な車を守るためにちょっと皆さんにおすすめしたい商品があるんで、はい、今日はそれの紹介も兼ねつつ、うん、ちょっと紹介していこうかなと思います。お願いします、はい。まずはね、ハンドルのバーロック、うん、あれがなんで意味がないか皆さんに お見せします。これ普通のハンドルです。はい、これなんだろうな、ステージアかなんかのハンドルかな、日産純正の、多分エアバッグは抜いてありますけど、これ実は切れちゃうんですよ。あ、ここが切れてる。一回ちょっと試しで切ってみたんですけど、あ、これ切れちゃうんです、簡単に。ほら見てください、中身はこうなってるんです。え、これ阿部ちゃんが切ったんですか？そうなんです。え、ハンドルロックを壊すっていうよりかはもうハンドル切っちゃった方が早いんですね。え、衝撃。鍵穴ドリルでグイーンってやるよりはハンドルを切っちゃった方が早いんですよ。え、これすぐ切れるんですか？すぐ切れちゃいます。え、今日やったんですか？今日やりました。ちなみに今からちょっと衝撃映像なんですけど、皆さんに実際に切る様子見せちゃいます。何秒で切れるかやってみますね。注意喚起ですね。だいたいハンドルロックってこう斜めにかけるじゃないですか、うん、だから2箇所切ればもうこうブラウンってなっちゃうんですね。うん、外れちゃう。ここ切ってみますよ。そしたらここね、この2箇所、はいはい、ちなみに切るときに使う道具は金の子とか、うん、最近はもうこういうグラインダーです。あ、電動？電動工具。
どれぐらいで切れるか皆さん見といてください。じゃあいきますよ。はい、じゃあ花ちゃんレディーゴー言って。レディーゴやるだけですね。これ2分ぐらいしかかかってないですよね、うん、今これで2箇所切ればハンドルはほらハンドルロックは外れちゃうじゃないですか。こうやってうわーね。で今ね見た皆さんそんな音出したら絶対わかるだろうって思うじゃん。ちょっと私も思いました。音大きかったでしょ。夜とかだったらこれは結構起きちゃうのかなって思うじゃないですか。うん、今ね車内でドア、窓、閉め切った状態でグラインダー使ったらどれぐらい音が静かだか今見せますからね。これびっくりしますよ。ここからの距離だったら聞こえるんですけど、こうやってあ、もうこの距離だと聞こえないですね。うん、耳を澄まさないと聞こえないから、多分これはお家の中とか室内とかにいたらどうですか。全く気に入らない。聞こえないでしょ。うん、ここ実際にハンドル切ってみますか。え、作業しながらですか。この中でちょっと切ってみますか、ハンドル。じゃあちょっともう一回やりますよ。はい、ドア実際に閉めてね。はい、ちょっと離れたところから聞いてみましょう。あ、切ってるとちょっと音は大きくなりますけど、もし例えば駐車場がそこにあってお家がここら辺だとしたら、うん、ほとんど気にならない音ですね。外の風とかそういう音かなって思っちゃいそう。どうでした？確かにその切ってる時はちょっと音は大きくなるんですけど、うん、気になるような音ではない。これ仮にちょっとね、もし自宅から少し離れてる駐車場で、そうなんですよ、締め切ってやられたら分かんなくないですか。しかもお家の中とかにいたらもう完全に分かんないです、うん、ね、外に出てれば、まあ、花ちゃんの距離で車のところに立ってたら分かるけど、うん、実際お家で寝てたら寝てたらどう思います皆さん。ちゃんとこう来たの。お、本当だね、全く気づかない。しかも夜中の
眠りが深い時にやられたら。大体朝ですからね、2時とか3時とかに狙ってきますから、あいつらは。なおさら分かんないですね。ほらこれで実際そんなに音が立てなくても物理的なロックはもう無効にできるよということがね、証明されちゃったわけですよ。衝撃ですね。で、あとは例えばこういう車外のハンドル、スポーツカー乗ってる人大体こういうハンドルつけてるじゃないですか、こういうハンドルつけてる人がバーロックつけてるのは一番意味がないです。なぜかっていうと、ここのネジ全部外されますからね。うわ、こういう六角レンチ必ず犯人持ってきますから、こういう風に必ず外して取って、自分たちが持ってきたハンドル付け替えて乗っていくと。持ってきてるんだ。そう、そういう感じなんです。そしたらもう防ぐ手立てないじゃんみたいなね、ですね、感じになるじゃないですか。なんですけど、まあ、一定の効果があることがあるんで、ちょっと皆さんにぜひ紹介したいんですけど、はい、例えば出先、ちょっとお昼ご飯食べ行くとか、イオンの駐車場に止めないといけないみたいな感じになった時は、うん、もうハンドル外しましょう。おー、確かに、ね、ハンドル外してお買い物する時はもうハンドルこうやって持っていく。ハンドル持ちながら、そう、お昼ご飯食べる時は横にこう置いておくんですよ、ハンドルを。まあリュックとかの中に入れればあれですけど。ちなみに僕ちゃんと持ち歩いてますからね。隣の席にこうやってハンドル置いてたから、つけてた時は。まあそうですね、盗まれるよりかはちょっと恥ずかしいけど持つ方が。周りに完全に変人扱いされますけど、車が盗まれるよりいいじゃんっていう。でもちょっと厳しいっちゃ厳しい。できる人とできない人がいそう。でちなみにほら、このクイックリリースの老舗といえばこのワークスベルですよ。そうですね、有名ね、ナフィックスさん、ナフィックスの製品はこうつけても全然ガタつかないし、この何製品としての完成度すごく高いです。走行中の危険とかもない、外れたりすることもないしね、外すのもつけるのもワンタッチ、超簡単です、でまあ出先だったらね、外して持ってけばパッとこう見られて、あ、盗めるっていう車に見れないと思うんですよ、ハンドルがないから、なんですけど、例えばお家に停めてる時、下見されてたらどうですか。ああ、そしたら、多分犯人とかはここで分かりますよね。そう、どういうブランドか。あれはワークスベルのクイックリリースついてるから、それに合わせたこっち側を手に入れてつけちゃえばもう乗れちゃう。うわ、そういう状況なんです。怖っ。ちなみに僕のやつは実際そうなってましたからね。もうこの付け根から外されて、新しいのをつけられて、盗まれる直前って感じでした。じゃあもうこれでも危ないってことですよね。そうなんですよ。もう方法がもう打つ手立てないと思うじゃない、そこでなんか通販みたいになってきたね。皆さんにご紹介したいのはですね、ラフィックスのキーロックシステムっていうものがあるんです。あ、私あんま聞いたことないです。要はここにカバーをつけてロックしちゃうっていう商品なんですね、あ、じゃあこれが見えなくなる。そう、ここがもう全部見えなくて、ここのネジも全部もう外せなくなるっていう商品が、あ、ロックがかかってるからあったんですよ。ほー。 それをつけとけば、ある一定のこう下見に来られても、あ、なんか鍵壊したりとか、ここのねドリルでこう揉んでぶっ壊したりみたいなのが、まあ、億劫だなって思うじゃないですか、でバレるリスクも高まるし。そうですね、カバーされてるから。そう、防犯率は高まるんですけど、それでも盗まれてるんですよ。それはこのラフィックスの旧型、ただこうはめてロックするだけのやつも結局ぶっ壊されて、取られて、こうハンドルつけられて持ってかれると。そういうことがね、何件かあったみたい、そこでですね、今回ご紹介したいのは、なんとラフィックスさんから新しいキーロックシステムが出たんですね。最新のってことですか。最新型です。おお。それがいかにいいか今から皆さんにご紹介しますから。はい、はい、ということで今日ご紹介するのはこちらのラフィックスキーロックシステムプラス E っていう新商品です。これね、どういうものかっていうと、さっき説明した通り、ここのクイックリリースの根元にパコッてはめるロックシステムなんですね。それをもともと従来
あったんです、はい、なんですけど今回のキーロックシステムの新商品はこういうものでございます。こういうもの、要はこれがこう蓋になるわけですね、うん、はい、これが鍵がついていて、うん、ロックできるようになってるんです。こういうふうにここのボスにこうはめてこうロックできるわけですね。もうロック側に回して鍵を、ここオープンとロックってなってるんですけど、これでもうここの横のねネジにもアクセスできないし、あ確かに、例えばこういうこっち側だけ持ってきてもつかないんですよ。もうそうですね、もう蓋されちゃってるんで、これをとりあえずどうにかしないと。そう、ただこれだけだと旧型と同じです。あ、さらにパワーアップされてるんですか。今回の何がすごい、まあ旧型はここのね鍵こうドリルでギャーンって揉んで壊して持っていくみたいなことも前にあったらしいんですけど、うん、今回のプラス E の何がすごいかっていうと、例えばね、まあ、これドリルだとしてくださいよ。お、ドリルをこうギャーンってやるじゃないですか、はい、なっちゃうんですよ、こうやって力が出ると。おー、わかります？ホーンが鳴るんです。これで力とかを加えるとホーンが鳴っちゃう。ホーン鳴っちゃいます。おお。で前のラフィックスのこのキーロックはここにね溝があって、そこからこうドライバーガンガンガンって打ち込んでボキって壊せたんですけど、今回はもう溝もないし、で力が加わるとホーンが鳴るので、もうちょっと押しただけで、ちょっと押しただけで鳴りますよ、ほら。うーん、だからもうドリルとかハンマーとか使った日にはもう毎回こうやって鳴っちゃう。これでこう音が鳴るからさ、そうですね、犯人的にはかなりこうリスクあるじゃないですか、うん、バレるね。でこれ外すのももう簡単です、これですぐ外れるので。お、取り付けも簡単で、まあこれは車のキーと一緒に保管したりすれば、これは必ず持っておけば、うん、まあこのハンドル関係を、まあ、いじられることはないかなという感じですね、うん、これめっちゃ良くないですか。思ったよりすごい簡単ですね。そう、なんか取り付けにボルトとかそういうのが必要かなと思ったんですけど、いらないです、はめるだけ、半周回してピッと押すだけ。うん、これはねめちゃめちゃいいですよ。このカバーは、うん、このワークスベルのこういうボスとかじゃないと、基本的にワークスベルのこの根っこに、うん、あの合うように作られてますね、うん、このカバーは。まあこれセットも売ってるんですけど、おなので、まあ、これトラスト企画でもセットも売ってるし、これ単体も売ってるし、うん、あのめちゃくちゃ今注目されてる商品ですね。で、まあ、これ今赤いやつなんですけど、ちょっと赤目立つなっていう方にはブラックの色もあるんで、ああそっちの方が馴染みそうですね。ちょっと統一はありそうですよね、うんうん、これはねかなり画期的だと思いますよ、うん、しかも音が鳴るっていうのがいいところですね。そうそう、防犯もねすごく高いと思う。でラフィックスさんの何がいいかって、梱包がめちゃくちゃ丁寧、うん、あ、プチプチも入ってる。そう、プチプチも入ってるし、段ボールも入ってるし、であとは説明書とね、説明書入って、うん、取り付けは簡単ですよと。ただね、さっき僕もう操作してる時にちょっと触れただけでもホーン鳴っちゃうんで、ちょっとこのホーン鳴る機能は、まあ、このね、蓋自体はすごくいいけど、ホーン鳴る機能自体はちょっといらないかなっていう人だったら、ここのねネジ2つ外せばその機能なくなりますから、自分で選べれます。ちょっと近所迷惑あれだなっていう人はここ外しておけば、うん、まあ、この鍵自体での防犯につながるよと、うん、音は鳴らないけどね。そうですね。そう、鍵とかはあれですかね、商品によって一個一個違うんですかね。もちろんです、もちろん。同じだったら大変じゃないですか。ですよね、そこちょっと心配でした。そう、あとねこう、これディンプルキーっていうんですか、あー、よくあるギザギザじゃない、ギザギザじゃなくて、こういうホールの鍵になってるからピッキングもされにくい。であとは、まあ、ピッキングされなかったらドリルで揉むとか、マイナスドライバーでガンってついちゃうとホーンになるよと。わー、かなりね考えられてますこれ。そうですね、めっちゃいいと思う。でなんか多分ひねくれてる人は最初にバッテリー外せばホーンならないじゃん、ちょっ と私が思いました。ひねくれちゃってるから。もうそういう人は別体でホーンをフロントフェンダーの中につけましょう。おー、それぐらいやった方がいいです、簡単だから。バイク用のホーンとかこれぐらいのやつをフロントフェンダーの中に仕込んどいて、うん、それはもうバッテリー別駆動でやっておくと、
こう仮にね先にボンネットを開けられてバッテリーをこう外されてやっても音が鳴るから絶対気づくよと。だって阿部ちゃんも音で気がついたんですもんね。そう、僕もそういう別体のホーンっていうか、うん、あのサイレンつけててそれで気づいたっていう。うわ、音は結構怖がりますからね、ホーンとかの音は。まあリスクを避ける傾向にあるから、うん、その窃盗団の人も盗みづらい、まあ、なんか面倒くさそう、音鳴りそうっていう車にはもう最初から触れないです。うん、それも対策の一つですね。そうです。めんどくさく見せる。うん、ね。例えばタイヤロックとかね、いろいろ物理なロックありますけど、こう外についてるもので簡単に外せさのな意味がないって。うん、中で。中でね、ちゃんとこういうグッズ使ってやればかなり防犯は高まるのではないかと。いやー、これは結構効果がありそうな気がします。そうです。新商品だからね。うん。まだこう。多分泥棒さんも攻略できないと思うから新しいものなんで、うん、まあ、なのでね、まあ、こういう車に乗ってて最近自分の近くの地域で盗難あったな。いや、どこも全国たくさんありますよね。だけど、まあ、セキュリティ入れるまでまだ至ってないけどすごく心配だな、うん、手軽にできる何かないかなっていう人にはかなりおすすめです、うん、まあ、なのでよかったらねトラスト企画のあのショッピングの方で買えますので、はい、概要欄にね URL 貼っときますのでぜひよかったらちょっとチェックしてみていいなと思って買っていただければ、はい、それで1台でも車盗まれなくなれば僕らの活動は実を結ぶっていう感じなんで、うん、そうですね、はい、マジでおすすめです。よかったら試してみてください。懲らしめましょう、はい、最終的にはセキュリティですよ、うん、なので本当あの前上げた動画も参考にしていただいてよかったら後半してください、はいはい、じゃあ今日の阿部ちゃんショッピングも動画はこれで終わりですまた次のねこういう防犯ですごく良さそうな商品出てきたら紹介するので、うん、はい、そちらのビデオでまたお会いしましょう。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございます。